初日の出からでしょ。初日の出ってやってから。初日の出では初日の出だっけ。初日の出から初日の出ついてくださいみたいになって。あ、そうだそうだ、そうでしょ。確か初日は南京たますんだれちょいと伸ばしてぐんと伸ばせばお正月初日の出。さてこの初日の出を誰か打ってくれる人いませんか。へぇー、ゴージョやのかねみたいな感じになるんですよ。本日は、6月13日に日本工業クラブ様でご結婚式を挙げられた、ご新郎ご新婦様に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。当日はどうでしたか。楽しかったですか。はい、そうですね、はい。外国人にその日本の伝統芸を見せたいっていうのが一番強くて、ただ説明するだけだとあんまり印象が弱いと思うので、うん、そういう芸を使ったもの、うん、で日本を知っていただければなって。すごい。そうですよね、はい、でもやっぱ強い思いがあるとまた違いますからね。きっとこういろいろやされるなんていうの、演出とかにも気持ちが入って、はい、で一応今日はその英語でも外国の方向けにいろいろお話をしていただけるので、ちょっと私一切英語わからないんですけど、ぜひちょっとそちらを、ね、こう実際に今日お持ちいただいてるんですよね。はい、そちらを含めて英語でいいですか。最初は日本語の、はい、はい、先生ちょっとそちらから。はい、はいと南京玉すだれは、始まりは諸説あるんですが、江戸時代に旅の行商人が物を売るときに、南京玉すだれを使って、物を売っていたのが、広まった始まりですね。で、はい、竹と糸の張り合いでいろんなものの形を作っていく、いわば大道芸ですね。そこから広まったものです。英語で、はい、すごい。で実際にまたやってくださるってことで。そうですね、ちょっと説明すごい。そしたらじゃあちょっと、 Hi, thank you for watching our YouTube. I'm Kome and I'm a street performer. Have you ever heard 南京玉すだれ？南京玉すだれ began a long time ago as a traveling peddler hoping to sell their wares.For this performance, the tension between bamboo and the strings allowed bamboo to be shaped various forms. When I show you this performance, I need your help. When I say, sate, sate means let's go. Please repeat sate, okay? Sate. Thank you. Okay, let's get started. Recently, 南京玉すだれ are popular across Japan.The number of bamboo are 15-6. The number of strings are 110. It's like a magic, but it's not a magic. I will show you the best performance ever. Asate! Asate! Asate, sate, sate, sate. This is the bamboo blind trick. I can show you the everything.Spread out a little, spread out more, I can make the big sunrise. すごい。Let's do it back. あさて、さて、あさて、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 This is the bamboo blind trick. I can show you the everything. Stretch out a little, stretch out more, I can make the fishing rod.Oh, I catch the tuna, I'll go for sushi tonight. Let's put it back. Asate. Asate. Asate, sate, sate, sate. This is a bamboo blind trick. I can show you the everything. Slide a little, slide a more. I can make the shop curtain. Welcome. And it's changed into...Big, big fish. And finally, I can make the Mount Fuji. Welcome, Japan. Thank you. すごい。すごいです。
ありがとうございます。初めて本当に見たので、すごいなっていう、それしかないんですけど、すごい、本当にすごかったです。なんかやっぱ楽しくなりますね、あの音の、なんていうんですか、歌の感じが。そういう感じです。なんかリズムが乗りやすいですよね。はい、すごい。で、さっきちょっと下でも、本当は2本使ってやったりっていうのも、はい、あるみたいで、いろんな芸があるので、すだれが多いほど、例えばさっきのお日様、はいはい、5個あれば五輪のマークとかできるので、すごい見立て芸、皆さんで作るっていうよりか本当にお一人で5個持つんですか？みんなで、ね、びっくりした、すごいな、本当にすごい、本当に、はい、でも英語もすごいやっぱ上手で、すごい英語で、そんなことないですよ、本当に。でも、こう、英語でされようって思って、はい、結構考えたんですか？自分で考えてから、うん、外国人のお友達に、すごい、はい、これで合ってるって言って、説明していただきました。すごい、もう本当、コウメさんのオリジナルっていうことで、はい、素晴らしい、本当に。すごい、でもなんかこう、日本特有のやっぱ言い回しとかがあるじゃないですか。はい、それも日本語に変えるの、すごい大変そうだなって。大変ですね。ありましたか、何かこう ワードっていうんですか、なんだろう、でも訳せないものとかあります。例えば、うん、五穀豊穣を感謝してとか、そういうのってどうやって訳すんだっていうのはなんか課題ですね。すごい、じゃあ、まあこれからももっともっとそういったこう英語で広めていくっていうところに対しては、はい、もっと意欲的に今後も取り組んでいくんですね、はい、すごい、文化的なものが関わるとちょっと難しいです、うん、そうですよね、あとリズムに乗せなきゃいけないので、うん、それがちょっと言葉を小さくしてっていうのが難しいか、うん、すごい、本当にその日本大道芸ってなるとこの何があるんでしょうか、はい、大道芸の種類ですと、はい、やっぱり皿回しとか傘回し、うんうんうん、あ、傘回し、あ、傘回し、傘でマスを回したり、ね、するやつとか、うんうんうん、あと、なんだろう、猿の、あ、大道芸に入るんですか、でも大道芸だよ、ね、確かに大道芸、まあでも、そっかそっか、はい、パントマイム、パントマイム、あ、でも外国の、ううあ、とか日本でもないか、確かにそうなの、日本得意、あとなんかデザイナーの桃屋が言ってたの、切り絵、あ、切り絵は大道芸なんですか、あ、なんかそのあたりはなんか、美術的な気がするんですけど、皆様にこうお披露目ができるこう日本の伝統的なものっていうのがもうほとんどそこに属する感じなんですかね。そうで、あとなんか外でパフォーマンスとしてやってる方とかいらっしゃいますよね、大道芸として。その今回小梅さんが、はい、お式の余興でされたのは、はい、2つ、南京玉すだれと皿回し、こちらはこうご結婚式の中でなぜその2つをされようと思ったというのはあるんでしょうか。私が今、うん、南京玉すだれを学ぶ教室に通ってて、はい、すごいですね、はい、そこの教室の人も一緒にやりに結婚式に来てくださったんですけど、はい、皆さんでご一緒にされたんですね、はい、でそこの教室で南京玉すだれと皿回しを習っているので、すっごいですよ、なかなかこうできるもんじゃないですか。いないですよね。本当に多分ゲストの方もびっくりと言いますか、すごい楽しんでくれたんじゃないかなっていうのが。Thank you.
回したお皿を5個置いていくっていう、はい、すごい、はい、どのくらい練習が必要なんですかね。皿回しは、はい、できる人はすぐできるんですけど、はい、すぐできました素晴らしい、かっこいい。でも今自分習って1年目、ね、はい、わすごい。何件玉すなれば今3年半、はい、かっこいい。やらせていただいて、まだまだですけど、すごい、それでまだまだなんですか。すごい、ベテランの方だとどのくらい歴がある方がいらっしゃるんでしょうか。10年以上やっていらっしゃる方も。すごいですね。すごい、もこべさんも今後はずっとやっていきたいなっていう感じで。そうですね、ずっとやりたいです。でもなかなか触れ合う機会がないかなって思うんですけど、うん、どこできっかけをがあったんでしょうか。私、英語のガイドをずっと目指していて、はい、でそういう学校に通ってたんですけども、はい、うん、この宿題の単語を、はい、単語を覚える本があって、はい、そこに南京玉すだれって書いてあって、え、何これって思って YouTube 見たら、はい、あ、すごいって感動して、それで、通おうって思って。アクティブですね。行動力がすごい。いろんなことやってますけど。他にもいろんなことを。茶道とかもやってます。茶道もやってます。すごい、でもね、本当日本のそういうのがお好きなんですね。好きです。すごい、でも確かになんかこのしっとりした上品な感じで、ね、おめさんのいいところですもんね。すごい、そうなんですね。
そっか、じゃあこうどうでしたか、皆様の反応は。余興を二人でされて、うん、やるのでいっぱいいっぱいでこう周りの、まあでもあの、はい、やっぱりすごいねっていう話はいただいてます、はい、でも彼の家族とか両親に見せたことがないので、はい、なんかちょっとドキドキどう思われるかなって、はい、なんかおっしゃってましたか、お式後。いやでもやっぱりあの、うん、あんなのできんだねっていう話は、はい、でも本当通わないとできないし、こう触れることもないぐらいの、やっぱりあこう自分もやっぱあのやったことがあるんですけど、うん、やっぱり綺麗にいかないですよね、うん、難しいな、はい、あそっか、やっぱできるっていうところからまたこうより上手にっていうところがやっぱ難しいんですかね。緊張しますし、緊張されましたか当日。ちょうど3人で踊ったんですけど、はい、隣の2人の方も大ベテランの方で、ちょっと緊張しました。そこが一番当日だからっていうよりかは、お二人なんかもう、かわいい。上手にできましたか。できました。いや、よかったでした。いやでも当日見たかったです私も。こうデザイナーの桃代はね、こう当日会場の方に行かせていただいて、はい、こうそちらも見てすごかったっていうのを聞いたんですけど、私も動画越しでしか見てないので、はい、動画でしたらすごかったですけど、ね、だから本当に多分当日それをこう間近で見れるっていう方は少ないと思うので、もし今後その他の花嫁さんが、はい、こうやってほしいっていうのがあったら、こうお越しいただけるものなんですかね。もうどこでも行きます。すごい素敵。忘年会でも行きます。ねえ、でも本当にこうなかなかない機会なので、はい、きっとそういったものを求められる方もいらっしゃると思うので、はい、すごい。逆にこう神戸さんにこうコンタクトを取るってなったら、どこからご連絡させていただくとかあるんでしょうか。何かツールは。私のインスタ。あ、ですかね。はい。わかりました。ちょっと後ほどインスタグラムのアカウントもお伺いさせていただいて、ぜひちょっと、はい、ご興味がある方は、ぜひご連絡をいただければと思います。